いかがお過ごしですか？ハックルベリー・フィンです。今回は日本の名作、夏目漱石の坊ちゃんの書き出しをご紹介します。親譲りの無鉄砲で子供の時から損ばかりしている。小学校にいる自分、学校の2階から飛び降りて1週間ほど腰を抜かしたことがある。なぜそんなむやみをしたと聞く人があるかもしれぬ。別段深い理由でもない。想像力が刺激されますね。より多くの方に魅力を届けるためにいいねとコメントをお待ちしております。それでは次の名作でお会いしましょう。